シェアードビリーフはアメリカ合衆国の競争場である。主な勝ち鞍は2013年のキャッシュコールフューチュリティ、2014年のパシフィッククラシック、オーサムアゲインステークス、マリブステークス、サンターニタハンデキャップ。2011年2月15日に誕生。セリニは上場されず、スポーツ中継ラジオ司会者のジムロームにプライベートで売却された。 電動入り調教師のジェリー・ホーレンドルファーの下に預けられ、2013年10月にゴールデン・ゲート競馬場でデビュー。初戦と2戦目を共に楽勝して迎えた3戦目のキャッシュコールフューチュリティも小馬新さん、4差で圧勝し、無傷の3連勝での G1 制覇を果たした。2歳児の3戦で2着馬につけた喫茶は、合計20馬新半に及んだ。 エクリプス賞最優秀2歳ボーバの投票では、ブリーダーズカップジュベナイルカチウマのニューイヤーズデーを115票対99票で上回って選出された。ロバート・ビール・イス・ステークスから指導予定だったが、右前足のひずめの農用のため休養を余儀なくされ、アメリカクラシック三冠競争への出走は断念した。5月26日のアローアンス競争で戦列に復帰し、 復帰2戦目のロス・アラミとス・ダービーは、トラックレコードで解消。コバとの初対戦となった、パシフィッククラシックも解消し、ブリーダーズカップクラシックの前哨戦、オーサム・アゲン・ステークスも制して、デビューから無傷の7連勝を飾った。ブリーダーズカップクラシックは同期の2冠馬、カリフォルニア・クロームラを抑えて一番人気に支持されたが、スタートで右隣のバイエルンが急激に内に切り込み、 左隣のモレノと共に激しくぶつけられる形となる。この不利によって一度りを悪くしてしまい、三歳馬三頭による上位争いには加われずに四着に終わり、障害発の敗北を喫した。結果的に加害馬のバイエルンが優勝したことで着順変更を行わなかった主催者側には批判が相次いだ。サンターニタ競馬場の採決担当者は、 シェアードビリーフとモレノが不利を受けたことは認めつつ、3着、カリフォルニアクロームと4着シェアードビリーフの間に3馬身半の、キサがついていたことから着順に明確な影響があったとは判断できないとした。しかし、起乗したマイクスミスは、普通にゲートを出られていれば間違いなく勝てていました。キサは3馬身程度ですが、スタートで少なくとも7馬身、8馬身のロスを、 受けましたからと採決に対して不満を示した年内最終戦となったマリブステークスではサンハロンの距離短縮で序盤追走に苦労しながらも直線の叩き合いを首させして G1.4 勝目を挙げた指導戦のサンアントニオ招待ステークスでカリフォルニアクロームと対決し一馬身一二差をつけて快勝した事前のサンターニとハンディキャップも落勝して G1.5 勝目を挙げる。しかし、事前のチャールズタウンクラシックステークスでレース途中に、故障を発生し、競争を中止するアクシデントに襲われる。レース後の検査で、右前部の骨折が判明したものの、起乗していたマイクスミスが、異変に気づいて速やかに競争を中止させたことが、幸いし、競争能力には影響がないと診断された。2015年12月3日、 復帰に向けて調整中だったシェアードビリーフは朝の調教を終えて馬房に戻った後に戦痛を発症し、直ちにカリフォルニア大学デイビス校の獣医学部に搬送された。胃腸先行を起こしている可能性があると診断され、緊急手術が施されたがその斐なく短い障害を終えた。以下の内容はイクイペースの情報に基づく。ありがとうございます。